今年の大晦日のことに関してなんですけど、去年は12月31日の、10時から12時過ぎまでライブ配信をしたんですけど、今年はどうしようかなと思ってまして、去年は結局2、30人ぐらい来てくれて、でなんだかんだ毎回ライブ配信をすると2、30人ぐらいは参加してくれるので、すごくこれは僕にとっては嬉しいんですけど、今年どうしようかなっていう感じです。はい、本当に迷ってます、ライブ配信しようかどうかっていうのを。で、視聴者が何人来るかっていうのも、実際やっぱそのライブ配信始まらないとわからないんですけど、ライブ配信をもしもするってなったら、その参加して、でチャットの方でちゃんとコメントをしてくれる人が多かったらいいなっていうふうに思ってます。はい、な感じですかね。で、僕のライブ配信ね、今年どうしようかな、本当に真剣に悩んでます。したらしただし、でもしなかったらしなかったらしっていう感じなんで、これについてはどうかなっていう感じですね、今のところは。本当に分かりません。一応、絶対にしないとは言いないし、絶対にするとも言いません。これに関しては、この動画のコメント欄での反応とか、その実際大晦日が近づくにつれて、僕のスケジュールとか僕の気分にもよるんですけど、とりあえずこの動画のコメントで、なんかすごいそのライブ配信してほしいっていう意見が多かったら、それはそれでもすぐにそのライブ配信しようっていうふうに決めると思いますし、そういうコメントが、なかった場合はちょっと、またどうしようかなっていうふうに考えると思うんで、非常に現在ね悩んでおります。はい、どうしたらいいかな。したらしたなんだけどね。ライブ配信は、確かに楽しいんだけど、何を話そうかっていうことを考えるのも結構ね、時間かかるんで、本当は視聴者からの質問、ひろゆきさんみたいにその視聴者から相談とか質問が来て、それに答えるっていう形式だったらば、そのライブ配信で話すこともずっと続くんですけど、それが、今のところ、なくはないけど、少ないっていう状況なんで、だから、その自分で最低限5個ぐらいは、そのライブ配信中に話すネタを考えておかないといけないのが、なかなかね、ネックじゃないけど、時間かかってしまうので、その、ネタを探すのにねっていう感じなんで、ネタが、ネタ自体は普通にあるんだけど、どうしようかなっていうふうに考えております。はい、12月31日の大晦日なんで、もしもライブ配信するってなったら、せっかくなんでちょっと酒でもね飲もうかなと思ってます。はい、そんな感じですかね。とりあえずね、ライブ配信に関してはちょっとしばらく考えます。では。